天ヶ崎市立歴史博物館第二次世界大戦中軍需工場として稼働した工場の記録が残されています1938年に創業した尼崎製鋼株式会社 飛行機を撃ち落とす校射砲弾の新館を製造し、最盛期には学徒を含め、1800人が働いていました。軍需工場の中でも、浜崎製工の雇用形態は、全国的にも例を見ない特殊なものでした。 合計で100人以上のロア労働者の方が山崎成功で昭和20年の6月の空襲の頃までですね生産をしてたので働いていたことが分かっていますロア社であってもちゃんとそのコミュニケーションの問題とか解決すれば同じように製造ができるはずだという会社側の受け入れ姿勢もありました国民が戦いに総動員され成人男性は 徴兵検査が義務付けられていた時代障害者は不適格として免除となりました障害者の太平洋戦争を記録した手記には戦争を生き抜いた障害者たちの証言が綴られています兵隊に行けないものは男ではないという風潮でしたから 不合格になっても目が見えなくても何としても兵隊になりたいという気持ちでしたそれは人間を見る目ではなかった兵力となり得ない者には価値も興味も認めようとしない目に違いなかった兵隊として国に貢献することができなかった。 障害者たち戦況の悪化に伴って職をなくした彼らに働く場所を与えたのが尼崎製鋼でした終戦後の1951年には51万2,000人の身体障害者がいたことが分かっています。 しかし戦時中の生活実態については記録が残されていません神戸空襲を記録する会のメンバーでもある聴覚障害者の山村健二さんです空襲に翻弄された76年前の日々を語りました 警報が鳴ったとしても僕たちは聞こえませんでしたから聞こえる人たちはその警報に従って避難するで僕は聞こえなかったんですけれどもみんなの動きを見てみんなの後をついていって身を隠す西明石の辺りまでずっと押し寄せてきている焼夷弾はあの辺に落とされている。 ということで、まあ、あの辺でたくさんの方が亡くなったと思います100人を超える聴覚障害者の雇用を決めたのは、創業者の杉山浩一社長でした現在でも、そういう障害者差別ってありますし、当時のことですから、今以上に厳しかったと思うんですよ。 やっぱりその根底には、ね、ヒューマニズム的な理解は当然あった上で、それをどう経営に問題なく組み入れるかっていう考え方だったんじゃないかなというふうに思いますね障害があっても、国の役に立ちたい聴覚障害者たちの働きぶりは、他の行員をはるかにしのぎ、社長の期待に応えました。 工場の中に聴覚障害の方が何人かおられたのは覚えてますけども割合ベテランやったからむしろ僕らが機械が故障したりしたら出ましたね尼崎中学2年生14歳の頃に尼崎製鋼で働いた安田誠司さん。校舎砲弾の弾を 削る仕事をしていました働きながらも悪化する戦況に疑問を抱いていたと言います自分が働いて、降射砲弾作って、敵の飛行機落とせたらなと思いましたけどね、食料もないし、空襲があっちこっちの日本国中に空襲があるいうことで。 もう絶対勝てるわけないなぁと思ってました自身も聴覚障害がある大谷進さんは元婚員との出会いをきっかけに浜崎成功のことを知りました雇用の経緯や実態について調査を始め15人から聞き取りを行いました ロと言われてた時でも生きたい生かされたいそのためには働かなければならない人を殺す武器を作るけれどもそれを通して人間であることロ老であってもちゃんとできるということを証明をしようとした。 優れた働きぶりで工場に貢献しながらも戦後その事実が明かされることはほとんどありませんでした戦争が終わると同時に埋もれてしまって皆口を閉ざしてしまいましたその時はもう,もうこの武器を作るとかそんなこと関係なくやってましたけれども終わってから 反動が出てきたとい,いますかずっと彼は苦しんでいました健常者とは異なる形で戦争に関わり翻弄された障害者たち時を同じくして創業者の息子も戦争の犠牲となりました